ハールブルク、シュバーベン。ハールブルク、ハーバーグは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウイコールリース軍に属する市である。この都市は、ロマンティック街道沿いのネルトリンゲンとドナウベルトの、間のベルニッツ川沿いに位置している。本市は、公式には25の地区、ー都からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ハールブルクは1500年頃には、すでに五つの木製の指紋を有していた。ブルック門、橋、ブルック沿いにあった。エーゲルゼーモかつては、エーゲルゼーという湖に向かっていた。ネルトリンガーモン、または、ティーファーモン、フェストモン、かつては鳥で、ベスタに向いた門であった。グリース門、または、ドナウベルターモンである。これにより、泥棒、強盗、物恋、辻斬りといった。 好ましくない人物は、市内に入れないように、夕方ごとに閉じられた。私壁は大部分設けられていなかった。都市は、家の壁で固く閉ざされていた。1861年と1863年の間に、すべての門は、老朽化のために維持費がかさみ住民への危険が高い、ために取り壊された。かつて門があった場所には記念プレートが掲げられている。 ハールブルクは二つの単語、ハート、ブルグからなる。古い文献には、ハーバーク、ホーバーチ、ホーバークといったスペルで記録されている。ホロは、ここドイツ語で、沼や、湿地を意味する。ハールブルク、ハーバーグとは、沼地の上の城、ブルグを意味している。市議会は、二十議席からなる。ハールブルクの紋章には、金字に冠をかぶり、 赤い爪とくちばしを持った黒い和紙が描かれている。1290年の町の印象にはすでに、この町が帝国領であることを示す和紙が描かれている。ハールブルク市の高台には、11世紀から12世紀に建造された大規模な中世城郭の遺構である同盟のハールブルク城がある。18世紀には、西側の一部だけが保存されていた。この城は、 バラーシタイン家の城であった。この城では2年ごとにハールブルクの城祭りが開催される。ホッピンゲン、ハールブルク、エーバーメルゲンにはリース鉄道、アーレン・ドナウベルト線の駅がある。自動車の場合は、ハールブルクへは連邦 B25 号線でアクセスする。ハールブルクはドナウイ,イコールリース軍の中心に位置しており、他の重要な都市と修道によって結ばれている。 ハールブルクへはロマンティック街道の自転車道を使って自転車で到達することもできる。これ以外にも多くの自転車道が市内あるいはその周辺で交差している。また、ハールブルクは広域遊歩道のフランケンベクの終点であり、巡礼路バイエルンイコールシュバーベニヤーコブスベの中継点でもある。ハールブルクにはメルカーグループの石灰石から小石灰を生産するための路がある。 本社と他の生産部門がある。メルカーグループの他は小規模な思工業企業が街の産業を担っている。商店は徐々に少なくなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。